万里の長城、万里の長城、万里の長城、満州語は、中華人民共和国に存在する城壁の遺跡である。ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されており、2007年には、新、世界七不思議にも選ばれている。中国には他にも長く連なった城壁、いわゆる長城は存在するが、万里の長城が、規模的にも、歴史的にも、圧倒的に巨大なため、 単に頂上といえば万里の頂上のことを指す。現存する人工壁の延長は 6259.6km である。郷土のような北方の移民族が進行してくるのを迎撃するために、新大の紀元前214年に始皇帝によって建設された。頂上は始皇帝によって建設されたと一般には考えられているが、実際には、 その後いくつかの王朝によって、集築と移転が繰り返され、現存の万里の頂上の大部分は秋代に作られたものである。この現存する秋代の頂上線は、新代に比べて、はるかに南へ後退している。よく、農耕民族と遊牧民族の境界線と言われるが、旗、た、元代の頂上は、草原の中に立っているところが多い。これは両王朝が、 遊牧民族に大使優位に立ち、勢力圏を可能な限り北方へと広げようとしたためである。それに大使秋代の頂上は、防衛を容易にするために、中国本土に近いところに建設されており、特に首都北京付近においてその傾向が強く、北京付近の頂上は、北京から1 0 0トルも離れていない、両線上に設けられている。万里の頂上は、 南北両勢力の境界線として機能したが、北方の遊牧民族も南方の農耕民族もお互いの物産を必要としてを、頂上沿いには公益所がいくつも設けられ、盛んに取引が行われていた。公益はいつもうまくいっていたわけではなく、北方民族側の思う通りにいかない場合もあった。その公益を有利にするための威嚇として、民の力が弱い時期に、 北方民族は頂上を越えて侵入を繰り返していた。また、頂上は関連上においても、両勢力の境界線として機能し、例えば中原の小王朝が、北方遊牧民族を指す場合、災害、災は、城塞の意味で、この場合万里の頂上を指すという言葉が用いられることも多かった。万里の頂上は建設後常に維持、利用されていたわけではなく、 積極的に頂上を建設、維持する王朝と、全く頂上防衛を行わない王朝の二種が存在し、各王朝の防衛戦略によって、頂上の位置も大きく変動している。始皇帝による建設以後においては、旗、全館、北魏北西、隋、近、明は大規模な頂上建設を行ったのに対し、五館、魏進む、五個十六国の小王朝、等、 五代の核王朝、宋、元、清は、頂上防衛をほとんど、あるいは全く行わなかった。頂上の建設位置に関しても、旗、前貫、金は中原から遠く離れた草原地帯に頂上を建設したのに対し、北義、北西、明は中原に近い山岳地帯を中心に頂上を建設した。その頂大さから、ピラミッド、全館大和と並ぶ。 世界三大無用の長物とされることもある。なお、宇宙から肉眼で見える唯一の建造物とも言われ、中華人民共和国の教科書にも掲載されていたが、実際には幅が細い上、周囲の色と区別がつきにくいため、視認することはできない。2003年に中国発の有人宇宙船、新州5号に登場した宇宙飛行士である、ヨウトが、 万里の頂上は見えなかったと証言したため、中華人民共和国の教科書から、この節は正式に削除された。2004年には、中国系アメリカ人の宇宙飛行士である、リロイ・チャオが、国際宇宙ステーション ISS より180ミリ望遠レンズをつけたデジタルカメラで、万里の頂上を写真撮影することに成功したが、肉眼では見えなかったと証言している。 国境に沿った、長大な防御兵器、いわゆる頂上を最初に建設したのは祭、または、祖とされ、春秋時代に建造は遡るとされる。やがてこの頂上建造は他国にも波及し、戦国時代には外敵に備えるために、聖や藩、義や祖のように、北方遊牧民族と接していない国も含めた、戦国、七尾のすべての国々が特に警戒すべき国境に、 長城を建設していた。その中で遊牧民族に備えるために北の国境に長城の建設を行っていたのは園、長、旗の参加国であった。旗の長城は現在の甘宿省便圏から北東に大土高原を貫いて現在の夫婦ほとし得都圏で伸びていた。長の長城は本来の長の本拠地から遥かに北に離れた黄河の北岸から 現在の河北省にかけて走っており、さらに、工学局部の河東平原の北、陰山山脈の南陸にもう一本頂上を建設していた。これは、国土北部に広がる遊牧地帯への勢力拡張と、その先にある広大な河口地である河東平原の確保を目的としていたとされる。園の頂上は頂大であり、現代の河北省北部から両年省を取り囲むように伸び、さらに、 王力港を越えて朝鮮半島にまで伸びていた。この頂上は戦国時代初期に燕が東港を圧迫していた両生、両党の診療度を確保するために建設されたものであり、建設時期としては各国頂上の中で最も新しいものの一つであった。こうした頂上をつなげ万里の頂上と呼ばれる一体化した大頂上に再構築したのが始皇帝である。 彼は中華を統一後に国内にある頂上を取り壊すと遊牧民族に備えるために北に作られた三カ国の頂上を修復、延長し、繋げて大頂上としたのである。この時の頂上は反築により粘土質の土を固めて築いた建造物であり、馬や人が乗り越えられなければよいということで、場所にもよるが多くの区間はそれほど高くない城壁、幅3から5メートル。 高さ約2メートルだったという。この時の頂上は東部においては、現在のものよりかなり北に、西部においてはかなり南に位置しており、現在の甘宿省便圏から、浅西省北部、内モンゴル自治区南部、河北省北部から、遼寧省北部を通り、その東端は、朝鮮半島に及んだ。また、朝の築いた、陰山山脈の頂上もそのまま修復、維持されていた。 始皇帝の没後シーンは崩壊し、その混乱の隙をついて、北方では強度が向上となり、中原王朝を圧迫するようになった。このため頂上は全館にも引き継がれたものの、修復と維持にとどまって延長工事は行われず、また強度の領域となった加藤平原の北の頂上は、放棄されていた。この状況が大きく変化するのは、武帝の時代である。 武帝は強度に対し積極攻勢に打って出て、領土を大きく拡張し、その新領土を守る形で頂上を延長していった。まず紀元前127年に、A、衛世が工学局部以南及び加藤平原を占領すると、すぐに陰山山脈の頂上を復活させて、守りを固めた。ついで紀元前121年に、各巨兵が紀連山脈北陸のオアシスト市軍。 いわゆる火星回路を獲得し、西域諸国へのルートを確保すると、紀元前111年にこの地域を守るための頂上建設が開始され、紀元前100年には完成した。これにより頂上は、高賀上流から、遥かに西へと延長され、玉門寺駅にまで達した。さらに、紀元前百二年には、陰山山脈の頂上のさらに北、山脈北六に二本の頂上を増設し、 防衛線をさらに北進させた。同時に火星回廊においても、主線から流れる弱水の流れに沿って頂上が建設され、さらに弱水の終点であるオアシス、巨円沢を囲むように頂上が建設された。戦術のイン陰山北陸の頂上は、巨円の頂上と連携できる位置に建設され、これによって、黄河から火星回廊に至る広大な砂漠、現地帯が強度から、 関の領域に平度温された。また、これにより、頂上の総延長は約2万里、7 9 3 0トルに達した。この関の頂上はすべての頂上の中でも最も長く、西は現在の関宿小生単にある玉門関から、東は朝鮮半島北部にまで達していた。しかしこの頂上も8年に建国された新王朝期の混乱によって、 大打撃を受け、25年に五冠が建国された頃にはかなり荒廃した状態となっていた。後部定期にはやや復興の兆しがあったものの、結局のところ維持ができず、五冠の中ば頃には、頂上は放棄されてしまった。その後、三国時代や五湖十六国時代には、北方異民族の力が強くなり、貧に侵入が繰り返されたものの、 中原の小王朝に頂上を維持する国力はなく、頂上防衛は放棄されたままだった。頂上防衛が復活するのは、河北を統一した千尾族の北儀王朝の時代である。この時期、北儀のさらに北方に、従前が没降死勢力を強めたため、北儀は423年に、首都平城の北側、現代の北京の北側から、陰山山脈の南麓にかけて、 頂上を建設し、その来週に備えた。この頂上は、神大頂上よりかなり南寄りに位置し、東部はほぼ現在の線に沿ったラインに建設されていた。この頂上は、その後北海にまで延長され、東西分裂後の陶器、さらには北西にも引き継がれた。北西の時代には従前に変わって、突血が勢力を拡大し盛んに南進したため、この頂上に加え、さらに、 河北平原の北、山海岸から北儀の頂上まで頂上を延長し、さらにそこから太閤山脈の南端まで頂上を建設することで、首都行のある河北平原を取り囲む一大頂上を建設した。さらにその西、新洋の西側の山脈に南北に走るもう一つの頂上を建設し、領土を頂上で固く守る体制を作り上げた。 この頂上は552年から565年にかけて建設されたが、北西の内政は混乱を続けており、北州の進行に、頂上は何の役割も果たさないまま577年に北西は滅亡した。北州を散脱して建国され、後に中国を統一した隋もこの頂上を維持し、さらに文帝は首都大公を守るために、 王道高原を東西に横切る頂上を建設した。陽台もいくつかの頂上を建設している。その後、東王朝は、頂上防衛そのものを再び放棄し、その後の五代十国や草王朝もこの方針を引き継いだため、頂上はしばらく中国史から姿を消した。頂上が復活を遂げたのは、女神の建国した金の時代であった。 金はさらに北方からの襲撃を恐れ、国境の線に沿って境号と呼ばれる、長大な空堀を掘った。境号の内側には掘った土を盛り上げて城を築き、ここで実質的に頂上防衛が復活した。境号の位置は時代によって異なり、1138年、頃に最初に築かれた、境号は、現代の内モンゴル自治区北部、コリンコの北側を走っていた。 その後、そこからかなり南下した内モンゴルの草原の中に1181年頃に境号が築かれ、さらに1190年頃には大高安霊山脈の北に沿って境号が築かれた。これらの境号の建造場所は徐々に南下しており、金が草原地帯の支配権を失っていき領土が縮小していったことを示している。この境号は非常に堅固なものであったが、 モンゴル人の建国したモンゴル帝国によって難なく突破され、頂上を越えて侵入したモンゴルによって金は滅亡した。金に代わって中国を支配するようになったモンゴル人の元は頂上を築かなかった。南方から起こった中国人の王朝である民が元王朝を北方の草原へ駆逐しても首都を南の南京に置いた主現象は頂上を復活しなかった。 頂上防衛を復活させたのは、民の第三代皇帝である、ク楽カドである。首都、遊牧民族の拠点に近いペイキングへと移した、ク楽カドは、元の再来に備えて、頂上を強化する必要に迫られ、北方国境全域において、頂上を建設した。しかし、頂上防衛が本格化していくのは、ク楽カドの時代ではなく、 第五代の戦徳帝の時代になってからである。この時代に、永楽帝時代に北進していた前線を交代させ、代わりに頂上による防衛が用いられるようになったためである。この頂上防衛は、1449年の土木の変によって、正刀帝が、オイラとの衛戦破案に捕虜とされたことからより、重視されていくようになった。それまでの反築による低い頂上から、1 電話による堅固な頂上へと改築が進められたのも、この時代である。頂上そのものも、新設や延長が繰り返され、西は、関宿省西部にある、過国関から、火星回廊の諸都市を守る形で東へ走り、銀河盆地の北側から、大土高原を清進し、山西省の北側の両線を通って、縁山山脈を走り山海間に達する、頂大な、頂上が完成した。 山海間付近からは、さらに、両西両東を守る形で北方に伸びた部分も15世紀には建設され、東端は、李氏朝鮮との国境である、王緑港にまで達していた。さらに頂上は一本だけではなく、頂上主線の補助として銀河付近から北京北方に至るまでの間は二本目の頂上が、築かれ、二重の守りを固めていた。特に首都北京周辺は、 頂上が近接していることもあり厳重に守りが固められた。しかし長く伸びすぎた頂上を守ることは難しく、しばしば遊牧民は頂上を突破した。1550年には、後日の変が起き、モンゴルのアルタンハーンが頂上を突破して、北京を包囲している。これを受け、1568年には、タン・オサムや関・次テルラによって、北京北方の頂上が大規模に改修された。 民末に満州族、女神が勃興して1616 16年にアトキンを建国すると、民との間で頂上の東端をめぐり指導が繰り返された。両刀に張り出すように伸びていた部分はぬるはじによって破られ、1619年のサルフの戦いによって、山海間以東の地域はほぼアトキンの手に落ち、頂上は山海間にまで後退した。 その後もアトキンは民に対して有利に戦いを進めるも、名称、円数間に阻まれ上場の東端の山海間を抜くことができなかった。円数間はアトキンの暴略にかかった民の数定定に中殺された。その後に民は理事政に滅ぼされ、アトキンから解明していた清は、民の維新の御三家の手引きにより山海間を越え、真の中国支配が始まった。その後、 清は、頂上防衛を行うことはなく、頂上は放棄された。頂上の材質は、建造当初は反築によって突き固めた土壁であり、乾燥地においては、日干しレンガも用いられたが、明の時代に、レンガ、線が大量生産され安価となると重要拠点は次々と、レンガ壁と改造された。特に防衛上重要だった北京周辺において、この改造は、 重点的に行われ、発達例頂上など現代において、観光名所となっている頂上のほとんどは、レンガ壁となっている。ただしレンガ壁といっても、レンガでできているのは、表面部分のみで、壁面内部は、土が詰め込まれていた。また、秋代には、石積みの頂上も建設された。頂上の幅や高さも時代が下るにつれて、大きくなっていった。秋代頂上の場合、 頂上の高さは平均で7.8メートル、底面の幅は平均6.5メートル、長面の幅は平均で5.8メートルとなっていたが、周囲の地形によって、これには変動があり、瞬間な地形においては、壁面の高さは低く、平原においては高くなっていた。長面は平らになっており、多くの場合人が通行できるようになっていた。 また、長面の両脇には低い壁が作られ、転落防止用の柵の役割を果たしていた。頂上外側の壁は、長面に詰める兵士たちの防護壁としての役割を持っており、そのため一定の間隔で壁に切り込みが入っていて、縦案の役割を果たしていた。ただし地形上の制約によって長面に通路がなく、ただ壁のみが建設されている部分も存在する。頂上には排水口が刻まれ、 また、外部の敵に石を落とす、落とし口も設けられていた。また兵士は、基本的には、頂上の下に降り、戦闘時には頂上に登って、戦闘を行ったため、内側からは頂上への登り口も各所に、設けられていた。頂上の上には200メートルから300メートルごとに、敵台が設けられ、戦闘時の拠点となるよう設計されている。敵台には、暴露が設けられることもある。 頂上は膨大な長さになり、そのすべてに兵士を張り付かせることは不可能であるため、放火台を頂上近辺に建設して、急を知らせ、また迅速な情報伝達と兵力の投入を可能とすることで頂上の兵力足を補っていた。この放火システムは、頂上外部の見張り台、及び頂上内部の諸都市や首都と結ぶ放火システムと連携していた。 頂上は外部の騎馬民族の侵攻を防ぐための障壁であるが、平時においては内部と外部には頻繁な交流があったため、いくつかの石書を設けて交易の瓶を図っていた。石書の内側には石城と呼ばれる城塞が作られ、兵士たちの居住の場となった。石書の外側にはしばしば亀城と呼ばれる半円形の城壁が張り出して設けられ、城門を保護していた。 石書は内側の中華世界と外側の遊牧世界との接点であったため、この場所において盛んに交易が行われた。これは五種と呼ばれ、中国からは絹や茶、金、銀が輸出され、遊牧民からは主に馬が輸出されて特に災害の遊牧民族にとっては重要な経済活動の一つとなっていた。ただしこの交易においてはしばしば摩擦が発生し、五百五十年には、 このトラブルから、モンゴルのアルタンハーンが頂上を突破して、北京を包囲する、いわゆる口実の変が起こっている。東から、西の順、北京近辺で訪問できる場所。万里の頂上は1987年に、世界遺産に登録され、登録箇所は、発達例頂上、山海間、過国籍の3箇所である。現在、万里の頂上は中華人民共和国政府によって、 重要な歴史的文化財として保護されているが、万里の頂上はあまりにも頂戴すぎるために、メンテナンスの手が行き届かず、観光用に整備された一部の他は、かなりの部分がき夜に建設されて、以降整備されることもなく、そのまま崩落するに任せている状態である。一方で、修復の進んだ北京市周辺の頂上は、観光名所として多くの観光客が押し寄せている。 特に、発達例頂上は、北京市から 60km というアクセスの良さも、相まって、中国観光の目玉の一つとなっており、世界からも観光客が押し寄せる場所である。著名人も中華人民共和国を訪問した際に、万里の長城を訪問することは、珍しくない。中華人民共和国においても、万里の長城は、大観光地の一つであり、 大型連休期間中などには、頂上を埋め尽くすほどの観光客が押し寄せる。観光客向けに、整備されていない頂上は、野頂上と呼ばれる。近年は、整備されていない野頂上としての趣きを評価する、向きもあるが、ただでさえ崩落が進み危険な野頂上にわざわざ、登って、荒らしたりそうしたりする観光客が見られたため、野頂上に登ることが2006年施行の、 頂上保護条例で禁止された。しかし、未だに、野頂上に登ろうとする観光客が後を絶たず、2011年には、北京市だけで49件の事故、9人が死亡し、2012年には、日本人、ツアー客が、野頂上の付近の山で遭難して死亡する事故が、あ、野頂上は、険しい山中にあるため、山に入る時点で危険であり、中国の法令に違反しているため、 ツアーでも絶対に登ってはいけない。また、地元住民が、頂上のレンガを建築資材用に盗んだり、骨董品として販売するなどし、万里の頂上の破壊が進んでいる。また、頂上がダム工事により一部沈んだり、道路建設により分断もされている。観光客の多い平均市近郊などでは、心ない観光客による落書きや立ち入り禁止を無視、 しての遭難が絶えない一方で、潤沢な予算によって続々と頂上の復興が進めている。しかしその他の頂上、特に中華人民共和国で最も貧しい地域の一つである、甘粛省や先生省では、地元住民による建材の略奪のほか、現地当局にまともな予算も専門家もいないことから、雑な修復がされたりしており、ほとんど現存していない信頼。 関西までのものを含めると総延長2万キロを超える万里の長城の全面保存を主張する中国長城学会は目の前の現実に頭を悩ませている。長城の破壊には50万元以下の罰金、または10年以下の禁固刑の罰則が存在するが、それにもかかわらず万里の長城の破壊は進行し続けている。2006年4月に行われた中華人民共和国の学術団体、 中国頂上学会の調査によると、万里の頂上が有効保存されている地域は、全体の2割以下で、一部現存している地域も3割であり、残り5割以上は姿を消しているとの報告があった。2015年には、秋葉頂上のうち、およそ3割が、風化や、レンガの略奪などで消滅したとの報道があった。2009年には、内モンゴル自治区において、金の採掘のために、 鉱山会社が万里の頂上の一部を破壊したとの報道があった。一方で探査技術の進歩や開発の進展によって古い時代の頂上が新たに発見されることは珍しいことではない。2009年には吉林省通過市で旗、漢時代の頂上が新たに発見され、頂上の東端が1 1トル東に伸びたとの報道があった。 2009年4月18日、中華人民共和国国家文物局は、万里の長城の総延長を、従来の6 3 5 2トル、東端は、河北省三海間とされていたから、8 8 5 1 8トルに修正発表した。呪しだい5723箇所も確認され、レンガなどでできた人工壁6 2 5 9 6に加え、 久保宮残豪部分の 359.7km、崖などの険しい地形 2232.5km が含まれたことから、総延長が伸びたとみられる。2012年6月5日、中華人民共和国国家文物局は、新大、寛大などた時代を含んで調査したところ、万里の長城の総延長は、 従来の2倍以上の 21,196.18km であったと発表した。2016年9月23日、遼寧省にある頂上の一部が修復作業の際に業者がコンクリートで平らに塗り固めていたことが判明した。中国国内でも爆破した方がマシなど怒りの声が上がっている。後に中国政府も歴史的な要紙が著しく損なわれたとして、 修復作業に関わった業者の責任者らを処分する方針を示している。万里の長城は世界でも広く知られている中華人民共和国を代表する観光名所であるため特に北京市近郊の頂上においては大規模なイベントに利用されることが多くしばしば中国国外の有名人が招かれてイベントを行うこともある。2007年には フェンディのファッションショーが頂上で行われ、2008年には北京オリンピックの聖火リレーにおいて発達例を通過した。世界に知られるようになり、英語ではグレートウォールやチャイニーズウォールと呼ばれた。脆さをうかがわせる比喩としてインサイダー取引を防ぐ目的でメルルリンチなどのメガバンクに蹴られた証券ブローカーと財務アドバイスの2部門を情報面で隔離する。 職場の物理的分離及び社外に適用される規則等も指す。投資業界は1991年1月まで壁を作る習慣がなかった。日本へは1989年の証券取引法改正で壁を設ける制度が輸入された。アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプはメキシコとの国境未満の頂上を築くと2016年。 アメリカ合衆国大統領選挙に出馬を表明して当選した。同年にはハリウッドで万里の頂上のイメージをフィーチャーした米中合作のファンタジー映画グレートウォールが制作された。また膨大な数の銀河が密集し壁のようになっている宇宙の大規模構造も万里の頂上にちなんでグレートウォールと名付けられている。NBA で活躍した中国人。 プロバスケットボール選手である、ヨーアキラーはその身長から、歩く万里の頂上と呼ばれた。他の比喩では、中国共産党政府のインターネット検閲に利用されている、コンピュータシステム、グレート・ファイアウォールは、万里の頂上の英語読みのグレート・ウォールと、これに、イントラネットの外部との通信を規制、制御するファイアウォールをかけたものである。2015年には、アメリカ海軍が、 国際問題となった南沙諸島海域における中華人民共和国の人工島建設をと呼んで注目された。万里の長城は中国を代表する建造物であるため、その名を冠する中国の施設や組織も数多く存在する。一例としては中国最大の自動車メーカーである長城議車や1985年に 南極海のキングジョージ島に建設された中国最初の南極観測基地である頂上基地などがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。